現在、出雲空港にいます、ちょうどねオレンジ色のフジドリームが止まっててかっこいいですね、なんでこんなとこにいるかっていうと、飛行機、あれから降りてきたわけじゃなくて、飛行機に乗らないのにレンタカーを出雲空港で返すっていう最高に意味わかんないことをやったんですけども、そしたらね何をするかっていうと、ここからね出雲空港も意外と駅から近いんですね。でここから一番近い駅が庄原駅っていうのがあるんですけど、ここから歩いて45分ぐらいか、まあまあ歩くんですけども、それでもね、出雲市だとかの駅まで多分連絡のバスで行くよりかは歩きと鉄道の方が安く行けたり、あとね18切符とかと併用する場合はもちろんそれをね有効活用できますってことで、また恒例の空港ウォークをねやっていこうかなと思います。ここの空港は JAL と富士ドリームが発着してるみたいですね。バスの値段が松江まで1030円で出雲市まで720円。そうすると鉄道でね庄原駅から行くといくらか調べています。鉄道で行くと松江まで410円で、出雲市までは240円ということで500円前後はね安くなるわけですね。一応庄原駅までの位置関係はこんな感じになってて、まあ、徒歩44分なんですけど、このね川がなかったらねもうちょっと線路の近くまですんなり行けるんですけども、ただ結局駅の場所的に川があってもなくても変わんないですね。乗る列車の時間まで多分あと1時間ぐらいなんで、そろそろね出発しないと危ないんで、早速歩いていきます。遠そうだな、とりあえずこのロータリー沿いに、空港を出て歩いていきますね。なんか本当に最初は鹿児島空港から中福良駅に歩きたいがために YouTube に動画を投稿したんですけど、これ空港ウォークもね、いつの間にかシリーズ化しちゃいましたよね。今までどこを歩いたっけ。でもまだ歩きたいけど歩いてないところもね結構あるんですよね。さあ、とりあえず徐々に空港の敷地から出ていくような感じですね。あ、ここからも富士ドリームの飛行機がねよく見えますね。でまたここも徒歩でね空港を出る人がいるのが想定されてるのかよくわかんないですけど、歩道どれが歩道なんだろう。この辺のこれかな。まあこの辺歩いて行ってみますか。お、空港の連絡バスがね続々やってくるわけですけど、私はこれに戦いを挑んでるわけですね。あ、でもね出雲空港ってなんかちょっと変わったような作りなのかな。あっちの方からずっと歩いてきたんですけども、道路のね行き止まりみたいなところに空港があるんで、滑走路がねずっとここの横まだね全然あるんですよね。空港の敷地を出そうでまだ全然出てないような感じですね。道も結構シンプルで曲がる回数が2回ぐらいでつくのかな。やっと今ね10分ちょっと歩いたようなところで、周りの敷地が空港から外れましたね。最初の信号はまだまっすぐでいいはずです。いやー、でも出雲空港もね周りがレンタカー屋しかないですね。やっぱりね空港ってこういうもんなんですかね。いやー、ひたすらまっすぐ歩いてますけど、いまだにねこの、通常の道路がそこにあって、もう1本あるこの道路がよくわかんないですね。さあ、でやっと2つ目のね信号まで来ましたね。ここで出雲そばのお店がありますけども、ここで左に曲がります。今日も空港から30分近くは歩いたんですけど、ここにまあタイムズカーレンタルもありますね。本当のどかな田園風景という感じが続いています。ちょうど JAL の飛行機が着陸できましたね。おー、いいね。いやー、やっぱかっこいいですね、こんだけ近くで見ると。でなんだか川を渡る、ね、橋まで来たんで、ここまで来たらね、もうちょっとというか、もうかなりというか、この信号を渡りますね。でそこにコメリがあるんですけども、コメリの右側をね川沿いに進んでいくと庄原駅に着くみたいです。多分この通りですね、すぐ横が川になってて、ここを歩いていきます。なんかさっきからね一向に駅の気配は全く感じないですけど、もうここからあと5分ぐらいでね駅に着くはずですね。ここで突き当たりなので、ここを右斜め前に曲がりますね。さあ、国道からねちょっと外れたこののどかな道を歩いてるわけなんですけども、いや唐突にやっぱ現れましたね、この線路とね駅が。入り口はどこなの、もうちょっと先かな。来ましたね、庄原駅。動画撮りながら歩いて50分ぐらいなんでね、まあ、全然余裕ですね。じゃあこれでね、出雲市までの240円の切符を買ったんで、出雲空港から出雲市駅まで240円で移動することができます。でね、次来るのは快速アクアライナーみたいですね。アクアライナーをこう止まるんですね。これは便利です。空港のところが宍道湖の端っこになるんで、ここからは見えないですね。ということでね、こんな感じで、出雲空港から庄原駅まで歩いて出雲市駅まで240円で移動するということがね、一応できますんで。お金を節約したいとか18切符を活用したいみたいな人はこんな感じで使ってみてください。ではどうもありがとうございました。